今週のおまけです今週のおまけはディフェンシブ男爵さん男性40代、栃木県、えー、財務省設置法第3条健全な財,財政の確保という文言を削除していただきたいんですができないでしょうかというからこれは本当にしなきゃいけないんですねもともと大蔵省の設置法にはこういう言葉なかったんですけれども大蔵省から、えー、財務省と金融庁に、えー、2つに分割されたんですね。 で誰でもですね財政財務省健全な財政の確保というのはそりゃそうだなと、まあ、思っていたんですけれどもしかしよく考えてみるとですね、えー、健全な財政の確保というのは予算予算を税金で え入ってきた分の中で予算を執行するということでありますからこれ要するに国民から徴税で財産を取ってそして今度は予算で分配するわけですけれどもえ政府は1円のえこの貨幣創造も通貨創造もしていないということになるわけですねえー黒字予算というのはねで考えてみるとこれあれと財政当局はそれでいいかもしれないけど国民側には一つもそれじゃお金回らないじゃないと。 ここういういとなんですねで経済成長という、えー、感覚がですね、この中に全く財務省のようにはないわけですよ。だから経済成長はどうやるんですかというと、通貨供給というのはですね、えー、政府が国債を発行して予算を新規で増やしていくということも一つでありますけれども、もう片方は、 いわゆる信用騒動ですねお金を銀行から借りてですねそのことによって投資をしていくことによって市中に回っている通貨の量預金の量というのが増えるわけですねつまり民間がお金をどんどんですね使って借りて信用騒動で通貨供給をすればいいじゃないかということを言っているわけですねこの法律ではしかし確かに高度成長時代のようなですね時代では えー、そういうことも可能だったでしょうけれども先進国になるとですね民間需要というのはどうしてもち少なくなってくる大概なものがもうありますからねですから民間で欲しいというものは少なくなるんですよでじゃあ何もしなくていいのかというとこれは政府部門公の方にはですねやらなきゃならないものがたくさんあるそもそも民間では手のつけられないんですね国土強靭化、えー、津波が来たらどうするのかと大雨や 洪水の時に国土が潰れないようにするにはどうするのかとこれは民間でできませんよね政府が予算を立てて発注しないとできない事業ですがまさにそのことによって国民全体が豊かになるわけですよねこれは通貨供給通貨発給だけじゃなくてインフラが作ることによって国民の財産そのものを豊かなものに変えることができるわけです。とこころがのの財務省の こういう設置法の健全な財政の確保ということにこだわっているとですねこういうことが一切できなくなるんですね。ですからここは えー、よく考えてみると財務省が言ってることは、えー、国民の常識的には健全な財政というのは正しいように見えるけれども国家の責務としてですね国民の財産を守っていくと命を守るという仕事をするためには健全な財政にとらわれる必要がなくて時と場合によってはですね、えー、政府が赤字国債建設国債を発行してでもどんどん、えー、やらなきゃならない時がある。しかしかそれがですね、えー 民間経済が十分加熱して、または世の中全体がですね、もう十分インフラが整備できて、という時にはそこまでやらなくてもいい時もあると。ですから、これ時と場合 TPO によって変わってくるわけなんです。それを、まあ、えー、ステッチ法で、懸念な財政ということを明記するというのはですね、本来いらなかったんですよね。だから、そこをしっかり我々がですね、えー、この財政の本質ということを理解した上で議論していって、まあ、 えー、事実上ですね書いてあるけれども実はこの法律のことを守ってないわけですね罰則がないですから現実には必要な予算を確保するために、えー、赤字国債特例国債ということも含めてですね出してるわけですから、えー、まあ書いてあっても大した実害は受けてないということにはなるんですけれどももの、まあの考え方が縛まられてしまうというのがね 大きな問題点だったと思いますねということでまあこの県での財政の確保というのは時と場合によってはですね、全く意味がないものなのだということを我々自身が理解すればそれでいいということだと思います今週のおまけでした